でかい乳ってなんだ。あれか、乳、乳違いか。女の子デッキだな、さてはお前。さてはお前、女の子デッキだな。知らんけど。ちょっとミラホ強すぎる説あるから、ミラホ次とかから制限にしても良さそうだな。ミラホちょっと3枚きつすぎるわ。ミラホちょっと1枚ぐらいしようぜ、次から。マーズさん来てくれたんですか。メタモルポットちょっと手札入れ替えに来てな。ディアンゲドワンチャン入ってんね。何これ、昔見た。これあれだ、ファラオと同じやつに入ってたやつ。ファラオと同じパックに入ってたカードじゃないこれ。カードがゲームから除外されるたびに、1枚につき500ライフを回復する。除外的か。あれ割っといた方がいい。いやでもサイクロンをセットしとけば何の問題もないのではないでしょうか。はい、明らかメタモルポットの明らかメタモルポットってバレるこのこの構えね。いや、メタモルポットってバレないでくれ、頼む、バレないでくれ。メタモルポットってバレてるよこれ絶対。これ何、これ効果、何効果。戦闘で破壊されたダメージ計算時に、このカードが相手モンスターと戦闘で破壊されたらそいつを除外する。なるほど、 OKOK 把握した。メタモルポーツ頼む、お願いします。メタモルポーツさん、先輩何かを連れてきてください。うん、なるほどね。ただまだ除外するみたいなカード来てないから、マクロコスモスみたいなあれ来てないから、まだそんなになんじゃない。ほら悩んでおるわ。一旦どうするか、一旦素早くなるか。死者蘇生、死者蘇生ということは、これマクロコスモスだった時ライボル打ったらやばいか。やばくはないか、もうしょうがないね。いやでもサイクロンがあるからいいのか。どうしようかな、この盤面。一旦モモンガ、あ、待った、神の恵み使えばよかった。何やってんだよ俺めちゃくちゃ罰をしてたやん。神の恵みして、いや神の恵みを俺がないってことが大丈夫だったからバレないから。ライトニングボルテックス打つかどうか迷いどころ。セットしよう、モモンガダブル神の恵みしちゃう。いやー、そうした時はもうサイクロンをどっかで強制的に打ちに行こう。ダブル神の恵みしに行こう。神の恵みはあやかるもんだ。わあ、除外ばっか。待って、お前殴ったら除外してる。ちょ待って、ちょ待って、本当にお前待って、一回戦闘行ったダメージ計算時それぞれのモンスター、やばい、モモンガが連れていかれてしまう。暗黒空間にモモンガが連れていかれてしまうぞ。モモンガくん、やばい、あいつ回復する。いいで、お互い回復しようぜ。じゃあそういうことだらよ。モモンガくん待て、モモンガくん、ここもう、いや、ちょ、やうう連れて行かれてしまった謎の空間に。俺のモモンガくんが俺のモモンガくんが連れて行かれてしまったんです。いや大丈夫、この痛みは全てあの俺の雨が癒してくれる。やばい、このデッキ俺の方がライフ高くないといけないのに。あ、これ何、これなんか絵柄だけ知ってる。相手はデッキの一番上のカードを墓地に送らなければ攻撃宣言できない。クソかよ。おふざけんなよおめえ。おい、キーカードが落ちたらどうしてくれんだてめえ。発動するよな、神の恵みだ。やっぱ早めにサイクロンで割っといた方がいい説あるな。だとしたら回復しますけど、もう一回一発ライトニングボルテックスぶちかますしかないな。はい、ドロー。天空の聖騎さん
来てくださったんですね。あー美味しい。ちょっとずつちょっとずつ戻っていけ。まあ、サイクロンする、サイクロンして、どっち？いやこっちの方がちょっと後退やばそうだからこっち破壊しとくか。伏せでもよかったけどね。ライトニングセックスします。手札1枚捨てる。どれどれ捨てる？パーシアス捨てて死者蘇生するか。マクロコスモス、なるほど。やはりそちらをサイクロンで破壊するべきだったということですか。なるほど、やってくれますね。これであの1800返ってくるでしょ。1800返ってくる。死者蘇生のカード、パーシアス。あ、てかリビビもあったのか。まあ次でいいか。あ、よいしょ。おかえりパーシアス。天空の聖域、モモンガは、モモンガ火力線あるじゃん。お前上出来だ、上出来だ。モモンガ守備を超えていた分ダメージを与えるということは、ダグラの剣と組み合わせると最強になるのではないか。このカードもしかして。よし行け、パーシアス。パーシアスの攻撃。ただ俺のデッキが死んでいく可能性があるな。ドローとかして、え、攻撃できないじゃん。え、攻撃できない、なんで。なんかの効果、何の効果これ。攻撃できないの、攻撃できないんだけど、これどういうこと。なんかの効果、何の効果これ、何の効果これ。え、ちょっと待って、何の効果これ。あ、攻撃、え、宣言送って、どういうこと、何の効果。墓地に、あ、そういうこと。マクロコスモスで墓地に落とせないから。なるほどね。おい、ふざけんなよ、そういうことかよ。墓地に送れないからか。やばすぎだろ。俺、しかもこれ俺だけじゃん、攻撃できないの。やってくれるな。じゃああれも破壊しないとまずいな。あれを破壊しなければ俺は一切攻撃できないっていうことか。お、勇気、いやー、サンダーボルトきついね。でもしょうがない、サンダーボルトもしょうがないね、しょうがない。まあでももう一回リビリでするしかないな。2体来ちゃった。これまずマクロコスモスをなんとかしないといけないね。あ、間違えちゃった。まあいいか、一発、いやもう一発、もう、うん、うん、もう無理。いやもう無理。間違えちゃった。え、ちょっと待って、パーシアスはどこ行ったんだよ。パーシアス除外されたのか。あいつ何やってんだよ。やばいやばい、ちょっと待って、発動しない、発動しないって。本当は発動しない、発動しないに決まってるだろ。マジかよ、墓地行ったと思ったら除外されてんじゃん。ふざけんなよー、目たまるポット耐えろ。やばすぎ、やばすぎ、きつすぎ。いや、これやばいな。これハーピー引いても勝てないし、一旦サンダーボルト飼育して。天空の聖域じゃ、いや、まだ、神の恵みが俺を癒してくれる。神の恵みが俺を癒してくれるけど、ぴったりじゃねえか。ライフぴったり、ライフぴったり。いや、きついわ。でも、このデッキきつかったわ。もうきつかった。いや、ダイーザでもあんまり火力が、あんまりぴったりで負け。でもダイーザもあったからぴったりではない。やばかったな、そんなやべえコンボがあったんだな。いや、参ったぜ。